ちいちゃんを突きつけてみるか。ちゃん裏にじいちゃん。じいちゃん、この人あなたのおじいさんなんですか？そんな写真持ち歩かない方がいいです。確かにね、同じことは糸の子さんも言ってたんで、あの本当身の危険を感じないといけないですね。え、組の人がいつも私を陰から見てるから怖っ。怖いよ。組の人。そりゃそうやろうよ。あのだるまの中から怪しいようなる男。確かに。あの中から銃口がつけられてる可能性もあるからやな。下手に動くと消されますよ。お、怖っ、ちゃん裏。ちゃん裏怖い。かと言って、そんなに情報は出てこんかったっすね。芝くつおさんのこと、ビスケット。はい、いかがですか。私が焼いたんですけど、まあ、関係ないっすね。そうよね、ゼニトラさんのことは、芝くつおのことは教えてくんないっすもんね。私たち愛し合ってる、それは言うてましたな。命の恩人でしたよね。でそれで命の恩人、もう少し話を聞いてみるかって言いたくて話したいんですけど、ロックですよね。で、その、これと証拠合いますよねっていう証拠をまだ持ててないんだよな。修理代請求書150万、支払い芝くつお。ちょっとこれだけは突き詰めてみたいですね。関係ないっすね。なんで包帯を巻いてるかっていうのが、こう明確に証拠がないんすよね。このおっちゃんにね、おっちゃん役座知っとるか？本物の自分みたいに生きてるのとはちょっと違うよ。おっちゃん知っとるか？おっちゃんも関係ないっすね。じゃあ、キッチンもいなかったよね。事故にあった証拠ってやつがね、バグったすももう何もないっすもんね。結局コンピューターウイルスの話はしたし、ここら辺は関係ないっすよね。そうよね、もうここに用はないから。めっちゃ滑ってることになってる。お母さんと、ちゃん裏、やっぱりもうちょっと糸の子さんから聞かないとダメかな。やっぱり糸の子さんから聞かないとダメっすね。糸の子さんにいろいろと突き詰めてみるか。かなりの腕のいいプログラマーね、言うてましたよね。ここら辺は聞いたんで。で、ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーじゃねえや。クリーニングボンバー。大した情報がない。くそ。ダメっすよね。やっぱもうこれ以上はないか。糸の子さんからもらえそうなんだけど、結局その袋の中身は見つかってないっす。か、破れた鼓膜の薬だったんですよね。そうね、お肩かの左味覚薬が検出されてるっす。トレビアに使ったらまず間違いない。そうなんですよな。クリーニングボンバーの情報以前から流れていた。この
そうね、カーニバル言うてましたよね。かなり腕のいいプログラマー作ったウイルス。ここら辺のは聞いてるっすけど、どこに何をしに行けばいいのかよくわかんねえな。チャンウラが怪我を負った理由ってのがないんすよね。お、売ってくれるっすかこのスクーター。違いますよ。で、欲しいんですかこのポンコツ。ポンコツってサドルなんて鳩の糞まみれですよ。マジっすか。そこまでは気づかなかったな。何にまみれて言うと足は問題ない。僕の偽物が乗っていたスクーター、あの公園に行けばまたあるかもしれないな。今のでフラグは回収できたのかもしれないっすね。これで多分フラグは回収できてるんで、これで変わっててくれと言いたいが、あれこれって力の長いものすごいことになるからっすよね。くー、そうよね、そうなんすよね。結局このおっちゃんに突きつけたところで何も解決はしないっすよね。ですよね。このおっちゃんはもう役立たずなんで。チャンウラ、チャンウラの事故のことを聞きたいんすよ。チャンウラの事故のことを聞きたいんだけど、チャンウラの事故、でもチャンウラの事故を聞くんだったらやっぱ糸の子さんっすよね。基本的にこういうのはダメなんですよね。片っ端から行きますか。チャンウラが怪我した理由っていうのが絶対何かあるはずなんですよ。チャンウラが怪我した理由っていうのが確実にあるはずなんで、でもそうっすよね。チャンウラが事故った理由なんてないんすよね今んとこ。あー、詰まっているな完全に。あー、もうちょっとじゃあチャンウラに聞くか。それかもう証拠持ってんのかな。ダメか。チャンウラ、チャンウラ、こいつ知らんよね。すよね。あー、これで怪我したんじゃないですかってのはバイクだと思ったんですけど、なんか怪我したとは言うてましたよね。でそれを助けてくれたのが芝生像なんですよね。自動車修理代150万、支配芝生像で自動車は、あー、じゃあこれちょっと突きつけてみましょうか。ちょっと行ってみますわ。サイコロック、わかんないですけど、普通にチャリじゃなく、チャリというか原付じゃなかったんで、だから怪我ってなったらもう150万のこれしかないんすよ。違うのかな。あ、来た。ふう、合ってた。ここに自動車の修理代の請求書があります。当然考えられるのは交通事故ですよね。その請求書見せてください。怖いんだけど。修理代の受け取りに屍組ですか。そうですね。
私自己紹介した覚えないのですけど、この屍組と私どういう関係なのですか。やれやれ、自己紹介してくれたら雰囲気ないな。あなた屍組の関係はこの子の孫やねんな。この子の孫ってことでいいんですよね。よし、多分これ大丈夫。あなたのことは分かってます、屍浦美さん。追い詰めていいのかな、後が怖えぞ、あんま追い詰めると。ろくなことないから、ちょっと問い詰め方気をつけろよ。あなたのその怪我、交通事故だったんですね。ちゃん浦。うわ、怖っ。ちゃん浦の心の中を覗いていくの怖いんですけどね。4ヶ月ほど前のことでした。組の車の前にいきなり飛び出してきた人がいました。うわぁ！オートバイだったような、よく覚えていません。すごいっすね。ノーヘルですよ、しかも。ようこんな組の車に突っ込んだな、これ。そのオートバイと接触して、ハンドル切り損ねて。私、打ち所が悪かったそうです。異常に。なんかわかる気がするな。なんで？それで、その、飛び出してきた人は、どうなったんですか？ただじゃすまなく、そらそうだね。首の車に突っ込んで、ちゃん裏怪我させてるから、もうただじゃすまんよ、そら。私、知りません。そのまま逃げてしまった、と聞いてます。逃げた？よう逃げ切れたな。そうでなければ私。そらそうやな。いやドライブレコーダーとかない時代だったでよかったな、ほんと。今たも一瞬っすよ、一瞬。もしかしてその逃げた人というのは、これは、芝生像でいいんだよね。でいいんだよね。多分大丈夫だと思う。事故の原因を作ったのはこの男じゃないですか？知っているのか。知っていたのか。トラ様じゃない。私信じません。怖っ。追い詰めるなよ、あんまり。あんまり追い詰めるなよ。相手のオートバイ。私の車と接触しました。でも、トラ様は、怪我などしていませんでしょ？ゼネトラは屍組の車に接触してんだ。ロックが割れたということは、彼女もそれを疑っている。確かにそうですね。残念ですが、彼が交通事故に遭ったという可能性を示す証拠があります。それは、バイクがね、ボロボロやからね。バイクがボロボロやね。オートバイではありませんが、芝工堂さん、スクーターを乗り回していますよね。前のカバーが派手に壊れています。ちゃん裏知っとるやろ。浦美さん。本当はあなたも気づいているのでは。あんま追い詰めるなってだから。あんま追い詰めるなよ。この修理代請求書、支払いの芝工堂虎之助です。屍組は事故の犯人をとっくに見つけていたんですよ。ちゃん裏。もしかしたら、そうかもしれない。心の隅っこでそう思っていました。やっぱり。でもトラ様は私の命を助けてくれた。手術はとても難しくてお金がかかりました。一体いくらぐらい。5000万だろうな。多分5000万だろうな。とてもとてもたくさん。組じゃ払えないのかな。どうやら金額を言いたくないみたいだな。それをし合ったのがゼニトラというわけですか。なんとか助かってからトラ様が言ってくれました。おぉ。恨みちゃんだからお金を出したって。おぉ。まあまあ気持ちはわからんでもないが。私それを信じてますか？怖いなぁ。おい、やめろや、そんな言うなよ、バカ！バカバカバカ！なんでよ、ちゃん裏の言うことにそうですねって言っときゃええのに、何を煽ってんのよ。バカ！煽っちゃダメ！もしかしたら。芝工堂さんを主人したのはあなたのためではなく、ええー、ちょっと待って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 。え、あなたのためではなくないやね。芝工堂さんが手術代を出したのはあなたのためではなく、え、そんな証拠品ありましたっけ。ありましたっけ？
修理代が150万。シェア芝生堂で受領者。芝生堂修理代明日のあなたのためでは、そんな、コンピューターウイルスは関係ないっすよね。コンピューターウイルスは関係ないっすよね。これはどうだ ?12 月3日は4ヶ月前っすもんね。関係ないっすよね。で普通に考えたら、怖いのは、よね。怖いのはお父さんですよ。おじいちゃんよね。怖いのはおじいちゃんっすよね。おじいちゃんが怖いからよね。どう考えても。それしかないっすよね。それしかないっすよね。普通に考えたら。それで行きますわ。頼む!おーし、よかった!あぶねー!ちょっと推測に進めてるんで、こんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、言わない方がいいけどね。おじいさんの、屍ゴン太さん、闇金融のボスなんですよね。そして、孫のあなたを生きがいにしている。ちゃうら。その出題の金額にもよりますけど、もしあなたが屍ゴン太の孫でなかったら、芝生堂はその金を出したでしょうか?だから追い詰めんなよ!やめとけって!そこら辺にしとけ!つかそこら辺にしとけってかもう踏み込みすぎやぞ。芝生堂1億 !1 億いやー、また、1億